吉田さん、小さなことからコツコツとですね。やっぱり力量がないスタートの時に全速力で行くのは確かなんですけども、結果にも自分の全力に比例したねものを求めると落胆が大きいと思うんですよ。最初の一歩ってのはむちゃくちゃやるんだけども、結果とか積み重ねがちょびっとしかないものだと思って私はね覚悟してますよね。以前みたいにこうね、なんていうんですかね、これまあ年賀状ですけども、紙を1枚重ねるようなもんなんですよね、日々のコツコツって。だから10日間かけて紙を重ねてももう本当に重なってるのかどうか分かんないぐらいの厚みなんですよ。でこれが100日とか1000日になってくると明らかなる厚みを帯びてくる。それが実力がついたってことかなと思うんですよ。でその時に、結果がね初日とは違って、もうちょっと重厚なものになるのかなと思いますし、まあ、私の場合セルフバックは本当に、それまでの活動と組み合わせて結構ね、いい効果を生みました。異業種交流会にやっぱずっと行ってたのがあって、それがたまたまねセルフバックでインターネットビジネスで、売り上げを実感できますよっていう私のセールストークと、それからその当時テレビでやっぱりねネオヒルズとかやってたんですよね。なんかそばをヘリコプターで食べに行くみたいなの結構特集組まれてて、景気のいい若い兄ちゃんが飲んだり食べたり遊んだりしてるところがわっさかわっさかあって、である意味ね、昔ながらの中小企業の事業者さんの反感を買ってたところがあると思うんですよ。で反感のあるところに私がそこに関わり出したよってことで、半分興味で半分まあなんていうのかな、怖いもの見たさというかね、本当なんかいなみたいな半信半疑な気持ちで、私の発信を、まあ、1万9800円だったら聞いてみっかみたいな感じで来てくれたと思うんですよ。まあ、だから最初から多かったのかなと。だからその時代とか時期に本当にこう乗せられたっていうかね、ついていったタイミングが良かったってこともあると思います。じゃあ今タイミング悪いのかっていうとそんなことはなくて、私の場合は考えずにそうなっちゃいましたけども、今はやっぱりコロナ不況があって多くの方が自分で稼ぐっていう方法にものすごくね真剣なんですよね、うん、で去年いろんなところにお金を投じて取られちゃった方もいると思うんですよ。だから詐欺にかかるのは情報不足でありリスクヘッジができてないから、要するに自分が今まで守られてきてたから、だからね、いい人にしか出会ってなかったと。でもマーケットに出てみるとビジネスマンの顔をした泥棒ってのは結構いるんですよね。当たり前のようにいるんで、毎日届くメールも、そのね大半が意味もないもので金を取っていってやろうみたいな、その泥棒みたいな人がねメッセージを出してくるわけですよね、オートでなんかどこで登録したか分かんないようなメールマガジンとか LINE の公式アカウントみたいなやつで流れてくるわけですよね。何が公式だと思うんですけども、まあそういうのもあるんで、きっとね誠実にやることこそ今すごく光ると思うんですよ。それこそコツコツやっていくこととか、自分が今リアルでね、どんな状態なのかとか、あえて出さない方がいいものは出す必要はありませんけども、なんかねやっぱビジネスにとってチャンスの瞬間なんじゃないかなと思うんですよね。実は私網戸の訪問販売やってた時ってリフォーム詐欺がむちゃくちゃ流行ってた時だったんですよ、まあ、だからこそ行ったってのもあるんですよ。このリフォーム詐欺とかが流行っていてオレオレ詐欺が話題になってる時にこんにちはって言って訪問してくるのは逆に怪しいっすかねみたいな感じでね切り返したこともあるんですよ、だからあんたなんか最近のリフォーム詐欺とかじゃないだろうねって直球で言われたこともあるんですよね、訪問していくと。でああよく間違えられるんですけどもと、僕がリフォーム詐欺だったらこんなね名刺も持ってこないし自分の素性も明かさないし、何よりも請求金額2万とか3万ってことはないでしょうと。これでリフォーム詐欺って言うんだったら一体いくらだったら詐欺って言われないんですかっていうふうに聞いたりねするわけなんですよね。そしたらまあそうだよねとか10万20万少なくともね持ってこうって言うんだったらあれですけども、私作業賃1万8000円とプラスアルファで備品が6000円だとしても最大で2万4000円しか請求できないんですよみたいなことを話すとね、さすがに2万4000円で詐欺オーバーにしたこっちが悪かったなみたいな雰囲気になるんで、まあ仕事が結構取れたわけなんですけどね。まあ、それもあって、だから何を自分のチャンスに転換していくかですよね、で大雨が降ったりとか台風とか大雪が降った日も私営業行くんですけども、やっぱりそういう時って何ですかね、訪問販売の訪問数っていうのが少ないんでしょうね、家の方で。だから私が行くとすごく目立つみたいなとこもあったりするし、まあなんせねそういう天候の悪い日ってライバルが動いてないんで独占状態っていうかね、河川になってるわけなんですよ。
まあ、だから話もしやすいかなっていうところもあったし、そういうふうに来るところってやっぱ誠実に映るんですよね、うん、雨の中ご苦労だねみたいな、ちょっとね半笑いみたいな気持ちにもなるんでしょうけども、まあ、真面目な仕事だから転校をしてくるんですよみたいな話もできますしね、まあ、だから何を自分のチャンスとするかなのかなと思います。そういうのも込みで千里の道も一歩と、うん、雨が降ろうが槍が降ろうが、それこそね戦争が起きてもビジネスずっとやってる人もいましたからね。戦時下で太平洋戦争の戦時下で高級料亭やってる人がいてで昔私がね空手を教わった先生なんですけども、その方が何ですかね、用心棒みたいな仕事をしたらしいんですよ、その人の先生がね。でそうすると話を聞いたところによると、戦時下でもなんかどんちゃん騒ぎはやるようなね、この食べ物のない時代、お米が配給でも手に入らない時代に高級料亭で飲めや歌えをやってる、そんなところがあったみたいなね。そういうところに用心棒として働いていたその私の先生の先生は呼ばれてよく行ってですね、なんかすごくどっち側に行くかってことを悩んだらしいですよ。このまま用心棒として自分のね空手の力を生かしていい暮らしをしていくのか、それともその先の席を蹴ってね、こんなご時世に何やってんだお前らみたいな感じで自分なりの正義を貫くか結構悩んだらしいですけどね、結局はあんまり長い付き合いにはならずに、やっぱり自分の空手の道っていうのはこういうところにはないってことで、そういうふうなね、よくわかんない闇勢力とは手を切ったらしいですけどね。あ、ちょっと余計なこと言いましたけども、まあ、なんせね、どんな状況でもやるっていうふうに腹決めないとどんな状況でもできないですよ、おかげさまでね、正月 1,2,3 と今日4日でしょ、やること本当変わってないなと私は思ってちょっと安心した思いがあります。まあ、吉谷さんもね相変わらずですね本当にすごいと思います。じゃあいってらっしゃい。